品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報。令和4年10月11日第2264号をお届けします。皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。1番、10月は 3R 推進月間です。2番、新型コロナウイルス感染症対策をしながら児童センターは開館しています。3番、品川情報プラザ講座催し。4番、お知らせ。5番、健康ガイド。6番、応急診療所のご案内。7番、新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ。8番、品川情報プラザお知らせ。9番、子育てピックアップ。10番、特殊詐欺被害を防ごう。ストップ、ATM での携帯電話。11番、心身の障害や障害児等の介護でお困りの時は、お近くの相談員へご相談ください。12番、ボランティアコーナー。以上の順にお伝えしてまいります。なお、これからご案内する記事の中で、お問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは、次のところへどうぞ。郵便番号 140-8715、広町 2-1-36、第二庁舎6階、文化観光課、文化振興係、電話 5742-6836 番、障害学習係、電話 5742-6837 番、ファックスは共通で 5742-6893 番、スポーツ推進課、地域スポーツ推進係、電話 5742-6838 番、ファックス 5742-6585 番、品川区スポーツ協会総合体育館、郵便番号 141-0022、東五反田 2-11-2、電話 3449-4400 番、ファックス 3449-4401 番。受付時間は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午後5時までです。戸越体育館、郵便番号 142-0042、豊町 2-1-17、電話 3781-6600 番、ファックス 3781-6699 番。以上です。催しなどで費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方です。詳しくは各担当にお尋ねください。内容についてのお問い合わせは電話代表 3777-1111 番までどうぞ。また、区のホームページをご利用ください。アドレスは https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。なお、声の広報の記事の中で、ホームページアドレスをお伝えする際、冒頭の http://、あるいは https://は省略していますのでご了承ください。それでは、おしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは、10月は 3R 推進月間ですをお伝えします。資源を大切にしよう。私たちが日々の暮らしで使用している紙、ペットボトル、携帯電話などは木材、石油、金属などの天然資源からできています。使い捨てが当たり前の生活を続けていると天然資源がなくなり、資源の大部分を輸入に頼っている日本は製品を作ることができなくなってしまいます。豊かで清潔な未来を築き、次世代につなげるため、ゴミを元から減らす、繰り返し使う、資源として再び利用するという 3R 活動を徹底し、もったいないの心を一人一人が大切にして、
循環型社会を推進しましょう。 3R って何？ 3R とはゴミを減らすための3つの行動の頭文字をまとめたものです。 3R には優先順位があります。 1. リデュース、発生抑制、ゴミを出さない。 2. リユース、再使用、繰り返し使う。3. リサイクル、再生利用、資源として利用し再生する。 3R を実践すると、ゴミの処理にかかる費用が減り、最終処分場の寿命が伸びます。木材や石油、鉱石などの天然資源を新たに使う量が減ります。 CO2 の発生が減ります。分別した資源は新たに生まれ変わります。再生の例です。新聞は新聞へ、段ボールは段ボールに、紙パックはティッシュペーパー、トイレットペーパーに、ペットボトルはペットボトル、クリアファイル、布地など、缶は缶、自動車部品、建築資材など、瓶は瓶、アスファルト舗装材料など。プラスチック製容器包装は運搬用パレット、義木、漆器、薬品などに再生されます。一番大切なリデュースの行動例、買い物にはマイバッグを持参する、食べ残しをしない、外食時も食べられる分だけ注文する、無駄になるものは買わない、非常食も周期を決めて食べて買い足し、賞味期限切れにしない、ローリングストック、使い捨てになるものは極力買わない、詰め替え用がある商品を選ぶ、生ゴミはぎゅっと水切りするなどです。区で行っていること、家庭用生ゴミ処理器購入費の一部を助成。2番目に大切なリユースの行動例、シャンプーのボトルなどは中身を詰め替えて容器は繰り返し使う、使えるものは交換修理などをして大切に使う、他の使い道を工夫する、自分がいらなくなったものは必要としている人に譲る、フリーマーケットやリサイクルショップ、リサイクル情報誌を利用するなどです。区で行っていること、リサイクル情報誌くるくるを発行、やむを得ず捨てる時もリサイクルの行動例、資源は種類ごとにきちんと分別して、資源のステーション回収、拠点回収、集団回収に出す、リサイクルするためには素材が同一であることが重要です。例えばペットボトル、キャップ、ラベルは同じプラスチックでもそれぞれ素材が異なります。きちんとリサイクルするためには分別して出すことが重要です。分ければ資源、混ぜたらゴミ、分別せずに出したり燃やすゴミにしてしまったら生まれ変われません。瓶、缶、ペットボトルはさっとすすいで出しましょう。ペットボトルのキャップとラベルは外して出す。プラスチック製容器包装はさっとすすいで出す。ペットボトルのキャップとラベルもプラスチック製容器包装として出す。古紙は新聞、雑誌、段ボール、雑紙に分け、種類ごとに縛って出す。菓子箱、ティッシュ箱、チラシ、カタログなどは雑紙として出す。ただし、リサイクルできない紙もあります。靴やカバンの詰め物の紙、間熱紙、アイロンプリント紙、カーボン紙、防水加工した紙、汚れたり匂いのある紙、圧着はがきなどです。牛乳パックはすすいで開いて、乾かして出しましょう。古着、古布、配色用油、不要園芸土、小型家電、携帯電話、
10cm×25cm 以内、デジタルカメラ、家庭用ゲーム機などは月2回の拠点回収に出す。会場を31箇所、毎月第2、第4土曜日、午前10時から正午です。令和4年4月1日からプラスチック資源循環促進法が施行されました。プラスチック使用製品の設計から廃棄まで、プラスチックのライフサイクルに関わる法律です。プラスチックの資源循環の取り組みを促進するための措置を盛り込んでいます。詳しくは環境省による本法の普及啓発ページをご覧ください。墨字版一面に二次元コードが掲載されています。品川区清掃事務所では本法に基づいた効率的な分別回収開始に向けて検討を進めています。お問い合わせ、品川区清掃事務所リサイクル推進係、電話 3490-7098 番、ファックス 3490-7041 番です。10月は 3R 推進月間ですをお伝えしました。次は新型コロナウイルス感染症対策をしながら児童センターは開館していますをお伝えします。区内に25館ある児童センターでは地域の子どもたちがいろいろな遊びを体験できるように0歳から18歳のお子さんと保護者が参加できる事業を実施しています。また、乳幼児親子を対象とした年齢別の集いや、子育てに関する相談なども受け付けています。児童センターでは、卓球やバスケットボールなどのスポーツや工作、手芸、音楽を楽しむことができます。今回は、児童センターで体験できる遊びの数々を紹介します。ぜひ児童センターへ遊びに来てください。児童センターではいろいろな遊びにチャレンジできます。ぜひお越しください。スラックライン。わずか幅5センチのライン上で技を展開し、その難易度や美しさを競い合うスポーツです。講師がいる日は基本から高度な技まで。指導を受けることができます。11月27日日曜日にスラックラインライドオンフェスを開催。当日は体験と講師のデモンストレーションの見学ができます。実施館は東品川、東大井、南品川、中原、三次、水神、大井倉田、滝王子、平塚、旗の台、東中延、富士見台、豊か、南豊か、八潮の各児童センターです。詳しくは各館のお知らせをご覧いただくかお問い合わせください。バスケットボール。屋内や屋上にバスケットコートがあります。実施館。20館。三次、古関、水神、旗の台、一本橋を除く児童センターです。事前予約が必要な場合がありますので、各館へお問い合わせください。ボルダリング。ホールドと呼ばれる石を使って壁を登り、ゴールを目指すスポーツです。豊か児童センターには、小中学生、高校生用の壁があり、最大傾斜は120度にもなります。様々な難易度のコースがあり、初心者から経験者まで楽しむことができます。実施館は豊か児童センター。実施日時、木曜日、土曜日の午後3時から5時。事前に予約が必要です。対象は小学生以上の方です。卓球、令和5年2月まで10館で元オリンピック選手から指導を受けることができるスペシャル卓球教室を行っています。また、12月24日土曜日には、児童センター合同で、ふれあい卓球大会を開催します。実施館は児童センター全館。詳しくは各館のお知らせをご覧いただくかお問い合わせください。
手芸、工作、フェルトを使った手芸や段ボールを用いた工作など、様々な手芸、工作を行っています。乳幼児親子向けや小中高生向けなど、年代に合わせた手芸、工作を楽しむことができます。実施館は児童センター全館。事前予約が必要な場合がありますので、各館へお問い合わせください。品川ネウボラネットワーク、子育てネウボラ相談員。区内10カ所の児童センターでは、保健師、看護師、保育士などの有資格者が、子育てネウボラ相談員として、子育て全般の相談、子育てサービス情報の提供、各機関の紹介、サポートプランの作成などを行っています。ネウボラとは、フィンランド語で、アドバイスする場所という意味です。対象、区内在住で乳幼児の保護者。お申し込みは各館へ電話か直接窓口でお申し込みください。お問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 6421-5237 番、ファックス 6421-5238 番です。サンデー子育てサポート。日曜日、祝日に6館を開館しています。親子の触れ合いの場としてご利用ください。開館日時、日曜日、祝日の午前9時から午後6時、年末年始を除きます。ティーンズプラザ、児童センターでは、中学生、高校生の様々な活動を支援しています。9館で週2回、指定の曜日に、午後6時以降、開館時間を延長しています。延長時間は午後6時から7時。対象は中学生、高校生です。児童センターのご案内です。センター名、住所、電話番号、ファックス番号、各センターの子育てネウボラ相談員、サンデー子育てサポート、ティーンズプラザの運営状況をお伝えします。通常、開館時間は、祝日、年末年始を除く、月曜日から土曜日の午前9時から午後6時です。北品川児童センター、住所、北品川 2-7-21、電話ファックス同じ番号で 3471-2360 番です。戸籍、住所、北品川 5-8-15、電話 3449-1676 番、ファックス 3449-0942 番。東品川、住所、東品川 1-34-9、電話 3472-5806 番、ファックス 3472-5807 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、サンデー子育てサポート。ティーンズプラザは月曜、水曜です。南品川、住所、南品川 4-5-28、電話 3450-5043 番、ファックス 3450-5045 番です。東五反田、住所、東五反田 5-24-1、電話ファックス同じ番号で 3443-1629 番。中原、住所、小山 1-4-1、電話ファックス同じ番号で 3492-6119 番。ティーンズプラザを水曜、木曜に行います。三次、住所、西品川 2-6-13、電話ファックス同じ番号で 3491-1005 番。運営しているのは子育てネウボラ相談員です。東大井、住所、東大井 1-22-16、電話 3471-1070 番、ファックス 3471-8539 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、ティーンズプラザ、こちらは水曜、木曜です。南大井、住所、南大井 3-7-13、電話ファックス同じ番号で 3761-4148 番。水神、住所、南大井 5-13-19、
電話 3768-2027 番、ファックス 3768-2056 番、子育てネウボラ相談員を運営しています。一本橋、住所、大井 2-25-1、電話ファックス同じ番号で 3775-4352 番。なお、一本橋は改築のため、令和5、6年度は休館です。大井倉田、住所、大井 4-11-34、電話 3776-4881 番、ファックス 3778-1263 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員です。滝王子、住所、大井 5-19-14、電話 3771-3885 番、ファックス 3771-6491 番。運営しているのは、サンデー子育てサポート、ティーンズプラザ。こちらは、火曜、水曜です。伊藤、住所、西大井 6-13-1、電話ファックス同じ番号で 3771-1311 番。後ろ字、住所、小山 2-9-19、電話ファックス同じ番号で 3785-5033 番。平塚、住所、平塚 2-2-3、電話ファックス同じ番号で 3786-2228 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、サンデー子育てサポート、そしてティーンズプラザ、こちらは火曜水曜です。旗の台、住所、旗の台 5-19-5、電話 3785-1280 番、ファックス 3785-1260 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、サンデー子育てサポートです。中延、住所、西中延 1-6-16、電話 3781-9300 番、ファックス 3781-9601 番です。富士見台、住所、西大井 6-1-8、電話 3785-7834 番、ファックス 3785-7835 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、ティーンズプラザ。こちらは水曜、金曜です。西中延、住所、西中延 3-8-5、電話ファックス同じ番号で 3783-1875 番です。東中延、住所、東中延 2-5-10、電話ファックス同じ番号で 3785-0419 番。ティーンズプラザを水曜、土曜に運営しています。大原、住所、戸越 6-16-1、電話ファックス同じ番号で 3785-5128 番です。豊か、住所、豊か町 1-18-15、電話 3786-0633 番。ファックス 3786-1925 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、サンデー子育てサポート、そしてティーンズプラザ、こちらは水曜木曜です。南豊か、住所豊か町 4-17-21、電話ファックス同じ番号で 3781-3577 番。八潮、住所八潮 5-10-27、電話 3799-3000 番、ファックス 3799-3074 番。運営しているのは、子育てネウボラ相談員、サンデー子育てサポート、そしてティーンズプラザ。こちらは火曜、水曜です。以上です。児童センターの利用方法。基本ルール。入館時は入館表を記入してください。退館時は、入館表の体感欄にチェックしてください。事業に参加する際は、事前予約が必要です。各館へお問い合わせください。実費が必要な場合があります。感染症対策のお願いです。受付で事前の登録が必要です。住所、氏名、連絡先、学校名、学年、保護者氏名を登録していただきます。入館時、記入した入館票を職員が確認します。人数制限のため入館できない場合があります。小学生以上の方は
マスクの着用をお願いします。おやつや食事をとることはできません。来館前に検温、入館時に手指の消毒や手洗いをお願いします。体調が優れない方は利用をお控えください。詳しくは品川パパママ応援サイトで紹介しています。アドレス http://city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/ です。お問い合わせ、子ども育成課育成支援係、電話 5742-7823 番、ファックス 5742-6351 番です。新型コロナウイルス感染症対策をしながら、児童センターは開館しています、をお伝えしました。続いて、品川情報プラザ、講座催しです。祝65周年記念、秋季品川区銀券支部道大会開催。10月30日日曜日、午前10時開演、午前9時半会場。内容、銀営、券支部の発表。場所、観覧方法。当日直接、中延 1-9-15。エバラ文化センターへお越しください。お問い合わせ、文化観光課文化振興係、電話 5742-6836 番、ファックス 5742-6893 番です。品川区の魅力発見ツアー、品川の鉄道歩き、鉄道開設と近代産業跡地を訪ねる。今年、鉄道開設150周年を迎えるにあたり、区内の鉄道開設に関する史跡や近代産業関連施設をめぐり、鉄道開設による品川への影響を探ります。11月20日日曜日、午前9時半から正午、小雨の場合も行います。集合場所は大井町駅前、徒歩およそ3キロです。定員は抽選で20人。費用は保険料として50円。お申し込み、お問い合わせ。10月21日金曜日の消印有効までで、往復はがき、1枚2人まで、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、郵便番号 140-8715、品川区役所、庶務課文化財係、電話 5742-6839 番、ファックス 5742-6890 番へお願いします。品川歴史館巡回展、変わりゆく品川の風景、五地区の街並み、荏原地区、荏原地区の風景の変遷を紹介します。期間は10月21日金曜日から11月1日火曜日、午前9時から午後5時を予定しています。10月24日月曜日を除きます。場所は中延 1-9-15 荏原文化センター。お問い合わせは品川歴史館。電話 5755-2321 番、ファックス 3790-1305 番です。品川区麻雀大会参加者募集。11月23日祝日、正午から午後4時半。受付は午前11時半から。場所は荏原 4-5-28 スクエア荏原。対象は18歳以上の方、抽選で100人。高校生は対象外です。費用はお茶代込みで2200円。お申し込み、10月31日月曜日までに必ず届くように、往復はがきに、大会名、住所、振り仮名を振った氏名、電話番号、在勤在学の方は、勤務先の名称、所在地か学校名を記入して、郵便番号 142-0062、小山 3-24-10、
麻雀連絡協議会、白瀬美代子さんへお送りください。お問い合わせ、文化観光課文化振興係、電話 5742-6836 番、ファックス 5742-6893 番です。秋季品川区将棋大会、11月13日日曜日、午前10時半から、受付は午前10時から、場所、西品川 1-28-3 中小企業センター、対戦方法、団級別リーグ戦、対象、区内在住、在勤、在学で小学生以上の方、抽選で70人程度、初心者も参加可能です。お申し込みお問い合わせ、10月24日月曜日の決心有効までで、往復はがきに将棋大会とし、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号、棋力、団、級の自己申告、そして在勤在学の方は勤務先の名称、所在地か学校名を記入して、郵便番号 140-8715、品川区役所文化観光課文化振興係へお送りください。電話 5742-6836 番、ファックス 5742-6893 番です。必ずマスクを着用してください。環境活動推進委員が作る環境学習講座第2弾、褒め合うリユーストーク、レッツゴミ削減。ゴミの分別方法を学びながら、ゴミを減らすアイデアについて意見交換します。11月5日土曜日、午前10時から11時20分。場所、豊町 2-1-30、環境学習交流施設、エコル戸越。対象、ゴミの削減活動に興味がある方。ご自身のゴミの削減活動を広めたい方。先着で18人程度。お申し込み、お問い合わせ。10月26日水曜日までに必ず届くように、区ホームページの電子申請か、電話、ファックス、はがきに、11月5日環境学習講座とし、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を、郵便番号 140-8715、品川区役所、環境課。電話 5742-6949 番、ファックス 5742-6853 番へお知らせください。詳しくは区ホームページをご覧ください。工事脳機能障害者サポーター養成講座。障害の理解促進と当事者への支援者を増やすための養成講座です。日程、12月14日、21日、令和5年1月11日、18日、25日の水曜日、午前10時から正午、全5回。対象は、区内在住か在勤で18歳以上の方、抽選で10人。費用はテキスト代として1500円程度。チラシ配布場所、心身障害者福祉会館、本庁舎3階、障害者支援課、地域センター、文化センター、図書館などです。場所、お申し込み、お問い合わせ。11月14日月曜日までに必ず届くように、ホームページの申し込みフォームか、往復はがき、E メールで、講座名、住所、在勤の方は、勤務先の住所も、それから振り仮名を振った氏名、年齢、昼間連絡が取れる電話番号を、郵便番号 142-0064、旗の台 5-2-2、心身障害者福祉会館内、障害者地域活動支援センターへお知らせください。電話番号は 5750-4996 番、ファックス、3782-3830 番、e メール、kouzamou, shi, komi, アットマーク、
shinafuku.org。 ホームページアドレスは www.s-kaikan.net/volunteer.html です。犬のしつけ方教室とペット健康相談、11月26日土曜日午後1時半から4時半、場所はエバラ 2-9-6 エバラ保健センター。内容、訓練士による犬のしつけ方教室、獣医師によるペット健康相談、定員は先着で15人。お申し込みお問い合わせ、電話で生活衛生課へお願いします。電話番号は5742-9132 番、ファックスは 5742-9104 番です。犬は連れてこないでください。子育て中の就職活動応援セミナーオンライン開催。応募書類の書き方や面接を受ける際のポイントについて学びます。11月4日金曜日午前10時から11時半。対象は就職活動をしている子育て中の方、先着で20人。申し込み方法など詳しくはハローワーク品川ホームページ、アドレス jsitee.mhl.go.jp/tokyo-hellorkslist/list/shinagawa.html をご覧ください。お問い合わせ、ハローワーク品川マザーズコーナー、電話 5419-8609 番、部門コード46#、ファックス番号は 3455-9321 番。商業ものづくり課就業支援担当、こちらの電話は 5498-6352 番、ファックス 5498-6338 番です。就業支援セミナー面接対策講座、採用面接の目的を知り、対面およびオンラインの面接時に気をつけたいポイントを学びます。11月16日水曜日午前10時から11時半、場所は西品川 1-28-3 中小企業センター。講師は2級キャリアコンサルティング技能士の奥住優子氏。対象、就職活動中か就職活動を始めようとしている方、先着で25人。申し込み方法など詳しくは品川お仕事相談室ホームページ、アドレス www.shinagawa-shigoto.jp/をご覧ください。お問い合わせ、商業ものづくり課就業支援担当、電話 5498-6352 番、ファックス 5498-6338 番です。ファミリーサポートセンター提供会員養成講座。地域の中で子育てのサポートをしたい方の養成講座です。11月14日月曜日から18日金曜日、全5回。午前9時半から正午。なお18日は午前9時から普通救命講習です。場所、平塚 2-12-2 家庭安心センター。内容、事業概要、保育園実習など。対象、区内在住で20歳以上の方、先着で10人。費用はテキスト代として1500円。お申し込みお問い合わせ、11月1日火曜日までに必ず届くように、往復はがきに、口座名、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、性別、電話番号、受講の理由を記入して、
郵便番号 142-0051 平塚 2-12-2 平塚ファミリーサポートセンターへお送りください。電話 579-1033 番、ファックス 579-1036 番です。申し込み書もあります。区のホームページからダウンロード可能です。みんなで学ぶ障害健康講座。運動が苦手、スポーツはしないという方でも大歓迎です。健康寿命を伸ばし楽しく生活しましょう。日時、内容です。1、11月6日日曜日午前10時から11時半。内容、リラックスから瞑想へ。2、11月27日日曜日午前9時半から11時半、 3D センサー測定会。3、12月4日日曜日午前10時から11時半、メリハリのある生活を楽しむ。4、12月11日日曜日午前10時から11時半、体を動かす楽しみ。以上です。講座ごとに申し込みが必要です。対象は20歳以上の方、先着で各25人。場所、お申し込み、お問い合わせ、各講座開始前までに電話か直接北品川 3-11-22 品川健康センターへお願いします。電話 5782-8507 番、ファックス 5782-8506 番です。認知症サポーターステップアップ講座。事例や寸劇を通して認知症の方の行動にどのような理由や思いがあるのか学びます。11月18日金曜日午前10時半から正午。場所、第三庁舎6階区役所講堂。対象、区内在住か在勤で認知症サポーター養成講座を修了した方、先着で50人。お申し込み、お問い合わせ、区ホームページの電子申請か電話で高齢者地域支援課認知症サポート係へお願いします。電話 5742-6802 番、ファックス 5742-6882 番です。詳しくは区ホームページをご覧ください。品川情報プラザ講座催しでした。変わってお知らせです。水辺クルーズを体験してみませんか？品川区と東京都の楽々船旅通勤が連携し、期間限定で月曜日から金曜日の朝と夕方に船を運航します。遠くにスカイツリーやレインボーブリッジを眺めながら水辺の魅力を再発見してみませんか？これを機会にぜひ水辺クルーズを体験してみてください。実施期間、10月17日月曜日から11月4日金曜日、土曜日曜祝日を除きます。なお、夕方の運行日は10月19日水曜日、21日金曜日、26日水曜日、28日金曜日、11月2日水曜日、4日金曜日です。運行時間、朝は午前7時始発から9時35分最終、夕方は午後5時半始発から7時20分最終です。航路、朝、航路1、天王洲、日の出、両国。航路2、日の出、朝潮運河、日本橋。航路3、お台場海浜公園、竹芝、豊洲ぐるり公園。航路6、天王洲、五反田です。夕方です。航路4、天王洲、日の出、朝潮運河。航路5、お台場海浜公園、日の出、朝潮運河、日本橋。航路6、天王洲、五反田です。航路2と5は、朝と夕方で航路が変わります。航路4、
夕方の朝潮運河、午後6時55分発のみ、江戸川区の一之江船着き場まで航行します。10月19日、21日、11月2日、4日のみ運航します。乗船料、航路1から5は500円。なお、航路4の一之江船着き場着時のみ1000円です。航路6は200円です。各船着き場の所在地をお伝えします。五反田、西五反田 1-10、天王洲、東品川2丁目、東品川 2-3、日の出、港区海岸 2-7、竹芝、港区海岸 1-16-3、朝潮運河、中央区晴海 3-1、日本橋、中央区日本橋 1-9、両国、墨田区横網 1-2-13、お台場海浜公園、港区台場 1-4-1、豊洲ぐるり公園、江東区豊洲 5-1。予約方法、事前予約制となっています。インターネットからの予約は、東京船旅ホームページ、アドレス https://www.suitown.jp/CRUISE/171/です。電話は、スイート創造パートナーズへ。電話、6722-6106 番。受付時間は、土曜日曜祝日を除く、午前10時から正午と、午後1時から5時です。運航ダイヤ、航路。船舶は天候などにより変更となる場合があります。お問い合わせ、航路6については、品川区河川下水道課水辺の係、電話 5742-6794 番、ファックス 5742-6887 番。航路6以外については、東京都都市整備局、都市基盤部、交通企画課、交通プロジェクト担当、電話 5388-3392 番、ファックス 5388-1354 番です。町ぐるみ文化イベント2022、集まれ荏原。荏原地域で町ぐるみの都市型カルチャーフェスティバル、集まれ荏原を開催します。品川ゆかりのクリエイターが商店街や地域の方と作り上げる参加型イベントです。アート、食、ものづくりまで文化の街荏原の魅力を体験できること間違いなしです。当日は街中イベントを同時開催します。ぜひお越しください。10月30日日曜日、午前10時から午後5時、会場により異なります。場所は荏原 4-5-28、スクエア荏原、中延 1-9-15、荏原文化センター、小山 3-15-1、パークシティ、武蔵小山、ザ・モールです。内容、演劇、音楽、ダンス、パフォーマンス、アート展示、ワークショップやフードマルシェなど。同時開催、街中イベント、西小屋祭り、西小山駅前広場、小山 6-3。内容は、ステージイベント、飲食物、搬出店ほか。エコルフードロスデー、2022。エコル戸越、豊町 2-1-30。内容はトークイベント。こちらは事前予約制。その他、展示、他があります。商店街では謎解きゲームも開催予定です。詳しくは、集まれ荏原公式サイトをご覧ください。共催、町ぐるみ文化イベント実行委員会。お問い合わせは、文化観光課文化振興係、電話 5742-6835 番、ファックス 5742-6893 番です。
サービス付き高齢者向け住宅4棟の入居待機者募集中。安否確認、緊急対応、生活相談サービスなど24時間体制。夜間は緊急ボタン対応の見守りを付加した家賃助成のあるサービス付き高齢者向け住宅の入居待機者を募集しています。それでは名称、所在地、戸数、管理者、開設日、種別の順にお伝えします。大井林町高齢者住宅、所在地、東大井 4-9-1、戸数90戸、単身用78戸、2人用12戸、管理者、桜会、電話 5495-7080 番。開設日、平成24年6月1日、種別、区立型。ケアホーム西大井、広報園、西大井 2-5-21、戸数42戸、単身用36戸、2人用6戸、管理者は広報園、電話 5718-1331 番、開設日、平成21年3月1日、種別、民間型、特定施設。コムニカ、所在地、旗野台 4-5-17、戸数15戸、単身用のみ、管理者、荒井湯、電話 5788-6162 番、開設日、平成24年3月1日、種別、民間型。カルナ五反田、西五反田 3-10-9、戸数21戸、単身用のみ、管理者、武蔵野会、電話 5496-0671 番、開設日、平成27年2月1日、種別、民間型です。募集人数、各若干名。なお、大井林町は、毎月、月末に締め切り、翌月、第3水曜日に公開抽選を行い、待機者の順位を決めます。家賃は、月額7万円から13万円。基本生活支援サービス費、1万円から4万1000円。共益費、1万円から4万2000円。光熱水費は別です。申し込み要件は各住宅により異なります。詳しくはお問い合わせください。申し込み書配布場所、お問い合わせは各住宅。本庁舎3階高齢者地域支援課、電話 5742-6735 番。ファックス 5742-6882 番です。フードドライブにご協力ください。ご家庭に使い切れない食品はありませんか？10月は食品ロス削減月間です。フードドライブとは、ご家庭で使われずに余っている食品などを持ち寄り、子ども食堂などに寄付をする活動です。ぜひ、食品ロスの削減にご協力ください。受付期間は10月24日月曜日から30日日曜日。受付場所、受付時間をお伝えします。1、本庁舎6階環境課環境推進係。受付時間は午前9時から午後5時。2、豊町 2-1-30 環境学習交流施設エコル戸越。午前9時から午後5時。ただし、第4月曜日は休館です。3、西品川 1-28-3 消費者センター、午前9時から午後4時です。なお、2のみ、土曜、日曜も受付可能です。受付できる食品です。お米、パスタ、乾麺、インスタント、レトルト食品、缶詰、お茶、コーヒー、調味料など。なお、賞味期限、消費期限が4ヶ月以上ある未開封のものに限ります。受付できない食品、包装、外装が破損しているもの、生鮮食品、冷凍食品、冷蔵食品、アルコール類です。お問い合わせは環境課環境推進係、電話 5742-6755 番。ファックス 5742-6853 番です。
10月、食品ロス削減月間のイベント。ああ、もったいない。その思いが食品廃棄ゼロにつながります。持続可能な社会を未来へつなぐための取り組みをヒントに、あなた自身ができることを見つけてみませんか？消費生活教室、出汁香る削り節体験。食品廃棄ゼロ、もったいないから始めよう。10月26日水曜日、午前9時45分から11時15分。場所は西品川 1-28-3 中小企業センター。講師、日本アクセスサステナビリティ推進課長、田近博美氏。人弁、広報宣伝グループ係長、中村博美氏、他です。定員は先着で24人。お申し込みは電話で消費者センターへお願いします。消費者センターパネル展示。あなたも始める。みんなで始める。今日から始める。食品ロス削減生活。どのようなものがどのようなタイミングで廃棄されているのか。食品ロスを減らすコツなどを紹介します。ぜひお越しください。10月26日水曜日から11月4日金曜日、土曜祝日を除く午前8時半から午後5時15分、場所は区役所本庁舎第2庁舎3階渡り廊下です。お問い合わせは消費者センター電話 6421-6136 番、ファックス 6421-6132 番です。お知らせでした。健康ガイドをお届けします。まずお問い合わせ先です。品川保健センターは郵便番号 140-0001 北品川 3-11-22 電話 3474-2225 番ファックスは 3474-2034 番大井保健センターは郵便番号 140-0014 大井 2-27-20電話 3772-2666 番。ファックスは 3772-2570 番。エバラ保健センターは郵便番号 142-0063 エバラ 2-9-6 電話 3788-7016 番。ファックスは 3788-7900 番。以上です。では内容をご案内してまいります。二人で子育て、父親学級。会場は3つあります。1が品川保健センター、12月18日日曜日午前9時半から午後0時10分まで行います。2が大井保健センター、12月3日土曜日午前10時から午後0時半、そして午後2時から4時半まで行います。3が荏原保健センター、12月10日土曜日午前9時半から午後0時10分、そして午後1時半から4時10分まで行います。内容は、沐浴実習、妊婦体験、講義で赤ちゃんとの生活、他です。対象は、区内在住で、妊娠22週以降のパートナーが出産も控えた初めて父親になる方。定員は、1と3がそれぞれ24人、2がそれぞれ16人で選考になります。申し込み方法です。11月10日木曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきに2人で子育てと書いて、希望日時、第3希望まで、お二人の住所、氏名、電話番号、E メールアドレス、出産予定日を明記してください。申し込み先は郵便番号 150-0012 渋谷区広尾 5-6-6 広尾プラザ6階ポピンズプロフェッショナル品川区2人で子育て担当。こちらへどうぞ。区のホームページからも申し込めます。トップページメニューから子ども教育、妊娠出産、妊娠中のサービス、二人で子育て父親学級土日開催と進んでください。お問い合わせは各保健センターへどうぞ。次に、難病の方のための音楽療法を行います。
音楽を通して心身のリフレッシュを目指します。11月10日木曜日午後1時半から3時半まで、講師は音楽療法士の渋谷理恵氏です。対象は難病の方と家族、定員は10人です。お申し込みは電話で大井保健センターへどうぞ。電話 3772-2666 番です。場所またお問い合わせも大井保健センターです。食事栄養相談、子育て中の食の悩みから高齢者の食生活まで栄養士が個別にアドバイスします。塩分の測定を希望する方は味噌汁など汁物を持参してください。2箇所で行います。まず10月17日月曜日正午から午後3時、会場は大井町駅前のイトーヨーカドー大井町店地下1階。そして10月24日月曜日正午から午後3時、小山3-23-5武蔵小山商店街パルム会館で行います。血圧、血管年齢測定、乳がん触診体験もできます。また出張認知症カフェを同時開催します。当日直接会場へお越しください。運営は品川栄養士会、お問い合わせは健康課健康づくり係へどうぞ。電話 5742-6746 番、ファックスは 5742-6883 番です。さて、品川出会いの湯でみんなで楽しく心と体の健康づくり、祝日を除きます毎週木曜日に行います。内容は健康体操などお楽しみプログラム、そして入浴です。対象は区内在住の65歳以上で自分の身の回りのことができる方。参加方法は当日直接会場へどうぞ。新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い次の対策を講じます。利用人数の制限を行います。定員を超えた場合は次回分の整理券を配布します。 37.5 度以上の発熱、体調不良などの症状がある方の参加はお断りさせていただきます。参加される際には手指、手指の消毒およびマスクの着用をお願いします。参加には出会いの湯カードが必要です。新規作成またはカードを紛失された方は本庁舎7階健康課、東大井豊か荏原支部の各品川区シルバー人材センター、また開催当日の各浴場で発行します。では浴場をご紹介します。21箇所あります。1、吹上湯、住所は北品川 1-25-12、 電話 3471-3726 番、午後2時開始です。定員は6人。2、天神湯、北品川 2-23-9、 電話 3471-3562 番、午後2時開始、定員は6人です。3、宮城湯、西品川 2-18-4、 電話 3491-4856 番、午後2時開始、定員は6人です。4、松の湯、西五反田 6-18-3、 電話 3491-6667 番、午後2時半開始、定員は10人です。5、高松湯、上大崎 3-5-4、 電話 3441-8602 番、午後3時開始、定員は8人です。6、コンパル湯、大崎 3-18-8、 電話 3492-4150 番、午後2時半開始、定員は10人です。7、水神湯、南大井 6-9-10、 電話 3761-1425 番、午後2時開始です。定員は6人。8、東京浴場、大井 2-22-16、 電話 3771-4959 番、午後2時開始、定員は6人。9、緑湯、西大井 1-7-26、 電話 3774-0744 番、午後2時開始、定員6人です。10、ピース湯、
西大井 6-15-16 電話 3772-5281 番午後3時開始、定員は8人です。11、武蔵小山温泉、小山 3-9-1 電話 3781-0575 番午前11時開始、定員は15人です。12、東京浴場、小山 6-7-2電話 6421-5739 番午後1時15分開始、定員は8人です。13、戸越銀座温泉、戸越 2-1-6 電話 3782-7400 番午後2時開始、定員は15人です。14、松の湯、戸越 6-23-15 電話 3783-1832 番午後2時開始、定員は8人。15、星の湯、中野部 6-1-10 電話 3781-1918 番午後2時開始、定員8人です。16、富士見湯、東中野部 1-3-8 電話 3782-6120 番午後2時半開始、定員は6人です。17、八幡湯、西中野部 3-15-8 電話 3781-0265 番午後2時開始、定員は10人です。18、西木湯、旗の台 1-2-17 電話 3781-8618 番午後2時開始、定員は8人です。19、新生湯、旗の台 4-5-18 電話 3781-3476 番午後2時半開始、定員は8人。20、中野部記念湯、旗の台 4-11-2 電話 3781-3095 番午後2時開始、定員は10人。21、大成湯、双葉 2-4-4 電話 3788-8477 番午後2時開始、定員は6人です。お問い合わせは健康課健康づくり係へどうぞ。電話 5742-6746 番、ファックスは 5742-6883 番です。以上、健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日の夜間、診療時間は祝日・休日を除きます月曜日から金曜日の午後8時から午後11時まで、受付は午後10時半まで。場所は品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階です。電話は 3784-8181 番。こちら外傷は対応できません。休日の昼間と夜間です。診療時間は午前9時から午後10時まで、受付は午後9時まで。10月16日日曜日、内科と小児科、品川区医師会休日診療所、予約制です。北品川 3-7-25 電話 3450-7650 番。江原医師会休日診療所、予約制です。中野部 2-6-5 電話 3783-2355 番。薬局です。海栄薬局品川、北品川 3-11-16 電話 3471-2383 番。海栄薬局江原、中野部 1-7-12 電話 6426-7730 番。休日の昼間です。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半まで。10月16日日曜日、内科と小児科、金城医院、西大井 4-2-5 電話 3772-1660 番。歯科です。三次診療所歯科、西品川 2-13-20 電話 3491-2456 番。白田歯科クリニック、平塚 2-18-12 電話 3785-6471 番。接骨です。鈴木整骨院、
南大井 4-9-21、 電話 3763-3816 番、須藤柔道整復院中延 5-8-12、 電話 3783-0526 番。土曜日の夜間です。午後5時から午後10時まで、受付は午後9時まで。10月15日土曜日、内科と小児科、品川区医師会休日診療所、予約制です。北品川 3-7-25、 電話 3450-7650 番。薬局は海栄薬局品川、北品川 3-11-16、電話 3471-2383 番。なお、重病の方は119番をご利用ください。また受付時間にご注意ください。次は眼科救急の応急診療のご案内です。次の3つの病院です。日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日に応急診療を行うのは、東邦大学医療センター大森病院、大田区大森西 6-11-1、 電話 3762-4151 番。日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、祝日に応急診療を行うのは、昭和大学病院附属東病院、西中延 2-14-19、 電話 3784-8383 番。そして祝日を含みます木曜日に応急診療を行うのは、江原病院、大田区東雪ヶ谷 4-5-10、 電話 5734-8000 番です。眼科救急の応急診療、診療時間、日曜日、祝日は午前9時から翌日の午前8時まで、月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで、土曜日は正午から翌日の午前8時までになります。なお、緊急手術や重症患者対応の時は診療をお待ちいただくか、他の病院を紹介する場合があります。医療機関の24時間案内です。東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303 番、ファックスは 5285-8080 番です。救急相談センター、救急車を呼ぶのに迷ったら、電話はシャープ7119番、 IP 電話などからは 3212-2323 番です。お子さんの急な病気に困ったら、小児救急電話相談をご利用ください。電話はシャープ8000番、 IP 電話などからは 5285-8898 番です。月曜日から金曜日の午後6時から翌日の午前8時まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は午前8時から翌日の午前8時まで受け付けます。以上、応急診療所のご案内でした。続いて、新型コロナウイルス感染症関連のお知らせです。新型コロナワクチン接種についてのお知らせ。これは9月29日時点の情報です。5歳から11歳の小児の追加接種3回目について、5歳から11歳への新型コロナワクチン3回目接種が可能となりました。2回目の接種から5ヶ月が経過した日以降で接種が可能です。2回目接種を完了している方に順次接種券を発送しています。区の集団接種会場では次の通り3回目接種の予約を受け付けています。接種には保護者の同意、同伴が必要です。接種日1が10月16日日曜日で、会場は北品川 3-11-22 品川保健センター。2が23日日曜日で、会場は江原 2-9-6 江原保健センターです。持ち物は接種券、母子健康手帳、予診票、本人確認書類、お薬手帳です。予約方法です。ウェブまたはコールセンターへ予約をお願いします。なお、5歳から11歳の接種について努力義務が適用されました。接種を受ける際には、
感染症予防の効果と副反応のリスクについて正しい知識を持っていただいた上で接種をご判断ください。オミクロン株 BA.1 対応ワクチン接種について、初回接種1回目2回目を完了し、前回の接種2回目から4回目から5ヶ月が経過した日以降で接種が可能です。未使用の接種券をお持ちの方は、すぐに予約が可能です。4回目まで従来ワクチンを接種済みの方には、10月中旬以降に順次接種券を発送します。国は今後、接種間隔の短縮を検討しています。最新の情報は、区ホームページでご確認ください。オミクロン株 BA4、BA5 対応ワクチンの接種を10月20日頃より開始できるよう準備を進めています。オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回です。毎週水曜日におよそ2週間後の予約を開始します。随時新しい情報に更新しています。最新の情報は区ホームページでご確認ください。お問い合わせ先をご案内します。品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関する様々な相談もお受けします。電話番号は 03-6633-2433 番。ファックス番号は 03-6684-4845 番です。受付時間は午前9時から午後7時。英語、中国語も対応しています。土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日開設しています。電話番号のかけ間違いが多くなっています。番号をよくご確認の上おかけください。お伝えしたファックスは言語聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方の利用はご遠慮ください。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内です。新型コロナウイルス感染症全般について、新型コロナオミクロン株コールセンター、ナビダイヤル 0570-550-571 番、ファックスは 5388-1396 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日午前9時から午後10時です。厚生労働省の電話相談窓口、フリーダイヤル 0120-565-653 番、ファックスは 3595-2756 番。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日午前9時から午後9時です。発熱などの症状がある方、まずはかかりつけ医にご相談ください。東京都発熱相談センター、こちら看護師、保健師が対応します。電話番号2つあります。5320-4592 番。もう一つは 6258-5780 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日24時間です。東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル。こちらは電話番号3つあります。6732-8864 番。6630-3710 番。もう一つは 6636-8900 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日24時間です。無料の PCR 検査を受けたい方、東京都 PCR 等検査無料化事業事務局コールセンター、電話 6634-4612 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日午前9時から午後7時です。自宅療養者の相談窓口、自宅療養サポートセンター、うちサポ東京、フリーダイヤル 0120-670-440 番。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日24時間です。墨字盤8面にうちサポ東京についての二次元コードを掲載しています。品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル、電話 5742-9108 番。受付時間は
土曜日、日曜日、祝日を除きます午前9時から午後5時です。なお、自宅療養期間については、品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤルにお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症発生届について、9月26日より全国一律で新型コロナウイルス感染症発生届の全数届出の対象者がハイリスク者に限定されました。詳しいことは区ホームページでご確認ください。以上、お問い合わせ先、品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル、電話 5742-9108 番、ファックスは 5742-9158 番です。新型コロナウイルス感染症関連のお知らせでした。代わって品川情報プラザお知らせです。4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金10万円のお知らせです。給付対象となる可能性のある世帯には7月8日以降に確認書を送付しました。申請がお済みでない方は早めに必要書類の返送をお願いします。申請期限は10月31日月曜日、この日の消印まで有効です。申請方法など詳しいことは、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。この給付金の受給は一度のみです。お問い合わせ先です。品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター。電話 050-3171-8490 番です。こちら、土曜日、日曜日、祝日を除きます午前8時半から午後5時まで受け付けています。ファックス番号は 5742-6879 番です。次に、品川介護福祉専門学校昼間2年生10月のオープンキャンパスのご案内です。10月22日土曜日午後2時から4時まで。内容は、学校紹介、これは学費、入試、授業内容など、それから体験授業、学内ツアー、個別相談などを行います。対象は、介護福祉士の仕事に興味がある方。申し込み方法です。ホームページの応募フォームか電話で申し込んでください。申し込み先は、西品川 1-28-3、品川介護福祉専門学校。場所、またお問い合わせもこちらになります。電話番号は 5498-6364 番、ファックスは 5498-6367 番。ホームページは www.shinasaha-kyoikyu.or.jp/kaigo/opencamps です。当日参加も可能です。5年度入学生の願書受付中です。さて、生活にお困りの時はご相談ください。生活上の不安や困っていることを一緒に考え、状況に応じた相談、支援を行います。祝日を除きます月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から5時です。場所は第二庁舎3階、品川区暮らし仕事応援センターです。対象は区内在住の方。なお、生活保護受給中の方は対象外です。お問い合わせは品川区暮らし仕事応援センター、電話 5742-9117 番、または生活福祉課相談係、電話 5742-6714 番、ファックス 5742-6798 番、こちらへどうぞ。生活保護について、病気や怪我で働けなくなったり、何かの事情で収入がなくなったり、日々の暮らしに大変お困りの時はご相談ください。生活保護を必要とする可能性は誰にでもあります。ためらわずにご相談ください。お問い合わせは生活福祉課相談係へどうぞ。電話 5742-6714 番、ファックスは 5742-6798 番です。保育士就職相談会を行います。
10月29日土曜日午後2時から4時。場所は世田谷区大使堂 2-16-7 世田谷区民会館別館です。内容です。品川区、世田谷区、港区、目黒区、大田区、渋谷区、調布市、町田市、狛江市、多摩市、稲城市の民間保育園の就職相談会です。対象は東京都内の保育園に就職を希望する保育士資格を持つ方、取得見込みの方も可能です。お申し込みは電話でセレスポ保育士就職相談会係へどうぞ。電話番号は 5937-3601 番です。就職相談会申し込み者は就職支援研修、こちらも受講できます。オンライン開催です。申し込み者に視聴用 ID、パスワードを送付予定です。詳しいことは東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/hodankai.html です。お問い合わせは、保育支援課、私立支援担当へどうぞ。電話 5742-6723 番。ファックスは 5742-9178 番です。建築のルールを守って住みよい安全な街づくり。区では、違反建築防止週間、10月15日土曜日から21日金曜日です。この防止週間に合わせて取り締まりのためのパトロールを実施します。建築基準法を守り、市街地の良好な環境づくりにご協力ください。お問い合わせは建築課観察担当へどうぞ。電話 5742-6771 番。ファックスは 5742-6898 番です。10月15日土曜日はおもちゃの病院はお休みです。お問い合わせは消費者センターへどうぞ。電話 6421-6136 番。ファックスは 6421-6132 番です。第5回品川区まちづくりマスタープラン改定委員会を開きます。10月27日木曜日午前10時から正午まで。場所は第2庁舎4階の区役所災害対策本部室です。内容は改定素案について。傍聴人数は先着で10人です。傍聴方法です。当日午前8時半から本庁舎6階都市計画課で傍聴券を交付します。電話番号は 5742-6760 番。ファックスは 5742-6889 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。東京都最低賃金についてのお知らせです。東京都最低賃金は10月1日より時間額1072円です。東京都内で働くすべての労働者に適用されます。また、事業場内最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金などの各種助成金制度を設けています。お問い合わせ先、最低賃金については、東京労働局労働基準部賃金課へどうぞ。電話 3512-1614 番。ファックスは 3512-1558 番。助成金制度については、東京働き方改革推進支援センターへどうぞ。電話フリーダイヤル 0120-232-865 番。または商業ものづくり課就業支援担当、電話 5498-6352 番、ファックス 5498-6338 番、こちらへどうぞ。ウェルカムセンター原交流施設第12回原祭りフリーマーケット出展者を募集します。11月13日日曜日午前10時から午後1時まで行います。募集数は抽選で20点です。費用は1区画500円。申し込み方法です。10月24日月曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきにフリマと書いて、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください。申し込み先は郵便番号 140-0015、
西大井 2-5-21 ウェルカムセンター原交流施設。お問い合わせもウェルカムセンター原交流施設へどうぞ。電話番号 5742-4660 番、ファックスは 5742-4661 番です。お問い合わせまたは大井第三地域センターへどうぞ。電話 3773-2000 番、ファックスは 3771-3735 番です。自宅のリフォーム増改築工事のための融資斡旋をします。一般よりも低い金利で資金を借りることができるように金融機関を紹介します。工事前にご相談ください。対象は工事後に居住する区内にある住宅を含む自宅のリフォーム建て替えです。50平方メートル以上、80平方メートル未満、ただし木造住宅密集地域内の場合は面積を問いません。それから増改築工事、なお斡旋条件や申し込み要件など詳しいことは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせは本庁舎6階住宅課住宅運営担当、電話 5742-6776 番、ファックスは 5742-6963 番です。ビーチバレーボール観戦ツアーを行います。ビーチバレーボールの観戦体験をしませんか。10月30日日曜日午前10時から正午まで、現地集合解散となります。場所は大田区大森東 1-37-1 大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場。内容です。1が男子、2が女子の試合観戦と体験です。対象は区内在住在勤在学で小学生以上の方、定員は抽選でそれぞれ30人程度になります。申し込み方法です。10月20日木曜日必着で、区ホームページの電子申請か往復はがきでお願いします。1枚で5人まで申し込めます。申し込む際はビーチバレーボール観戦ツアーと書いて、希望番号1または2です。参加者全員の振り仮名をつけた氏名、年齢、代表者の住所、電話番号をお知らせください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 141-0022 東五反田 2-11-2 スポーツ協会、電話番号は 3449-4400 番、ファックスは 3449-4401 番です。以上、品川情報プラザお知らせでした。次は子育てピックアップです。18歳高校生までを対象とした講座、スポーツや子育てに関する情報をお知らせします。お知らせ、塾代などを支援します。受験生チャレンジ支援貸付事業、中学3年生高校3年生の学習塾などの費用や受験費用の貸付を行います。今年度から収入基準額の見直しなどを行い、支援対象を拡大しました。貸付額、受講料は実費で上限20万円、高校受験料は実費で上限27,400円、大学受験料は実費で上限8万円です。対象は次のすべてに当てはまる方、18歳以上で世帯の生計中心者、預貯金などが600万円以下、土地・建物を所有していない、自己居住用を除きます。都内に引き続き1年以上住民登録をしている、生活保護受給世帯でない、暴力団員が属する世帯の世帯員でない、世帯、これは父母など養育者の総収入または合計総所得が一定基準以下になります。基準額ですが、給与収入、年金収入のみの場合をお伝えします。世帯人数2人の場合、一人親世帯405万7000円以下。世帯人数3人の場合です。一般は441万円以下。一人親世帯は496万6000円以下。世帯人数4人の場合です。一般は504万9000円以下。
一人親世帯は577万2000円以下。世帯人数5人の場合です。一般は573万7000円以下。一人親世帯は639万6000円以下です。なお、営業所得など給与収入以外の所得がある場合は、総所得で確認します。詳しいことはお問い合わせください。お問い合わせは、生活福祉課相談係。電話 5742-6545 番。ファックスは 5742-6798 番です。講座、民間活動助成対象事業、小学生向けプログラミング講座、ワクワクプログラミング教室、オンライン開催です。子ども向けのプログラミングツール、ビスケットを使って楽しくプログラミングを学びます。10月22日土曜日、1が午前10時から11時半、2が午後2時から3時半です。対象は小学1年生から4年生のお子さんと保護者。定員は先着でそれぞれ30組です。運営はスマイルキッズ。申し込み方法です。10月16日日曜日必着で、ホームページの応募フォームか E メールでお願いします。申し込む際は、ワクワクプログラミング教室とし、希望番号、参加者全員の振り仮名をつけた氏名、E メールアドレス、お子さんの学校名、学年をお知らせください。申し込み先はスマイルキッズ。メールは smilekids 数字の365アットマーク gmail.com。ホームページは smilekids 数字で 365.wixsite.com/smile/events です。お問い合わせは地域活動課共同推進係へどうぞ。電話番号は 5742-6605 番。ファックスは 5742-6878 番です。品川区民憲章制定40周年記念第15回品川子育てメッセ2022伝えるつながる巡り合う、このご案内です。子供と一緒に広がる世界。妊娠や出産、育児、たくさんの人と知り合う機会が減っている今、日々の子供のお世話やお出かけ先に困ったという方も多いのではないでしょうか。地域の子育て広場のスタッフが集結し、子育て情報をお届けします。また、親子で一緒に楽しめる遊び場も開催します。10月28日金曜日午前10時半から午後3時半、会場は荏原 4-5-28 スクエア荏原です。内容です。子育てお役立ち情報、お出かけ先や広場情報、支援団体紹介、子育て相談、品川スポット情報、歌や手遊び、親子遊び歌コンサート、虐待防止講演会ほかです。一部オンラインでの配信を行います。参加方法や最新情報は、品川子育てメッセ公式サイトをご覧ください。詳細は品川子育てメッセ実行委員会、ふれあいの家おばちゃんち。お問い合わせは子ども育成課育成支援係へどうぞ。電話 5742-7823 番。ファックスは 5742-6351 番です。チーム対抗エコクイズ大会、アットエコルトモシ。みんなが知っているあの人からの出題もあるかも。チーム対抗のエコに関するクイズ大会を開催します。地球温暖化やリサイクル、ゴミ処理などについてのクイズを丸抜式や記述式など様々な形式で出題します。ぜひご参加ください。出題例です。次の中で地球温暖化の原因になると言われているものはどれか。A、鳥のジャンプ。鳥というのは鶏です。B、牛のゲップ。C、豚のあくび。この出題例の答えは B です。
日時は10月10日土曜日午後1時から3時ごろ、会場は豊町 2-1-30 環境学習交流施設エコル戸越。対象と定員です。区内在住か在学で小学5年生6年生の方3人1組10チーム抽選になります。申し込み方法です。10月25日火曜日必着で、はがきまたはファックスでお願いします。3人1組です。申し込む際はイベント名、参加者全員の住所、区外在住で区内在学の方は学校名も明記してください。そして振り仮名を付けた氏名、学年、電話番号、チーム名をお知らせください。申し込み先は郵便番号 140-8715 品川区役所環境課環境推進係、ファックス番号 5742-6853 番です。なお、同伴者は大会の部屋に入ることはできません。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容などを変更する場合があります。大会の様子は、区ホームページに掲載。ケーブルテレビ品川で放送するほか、動画でも配信する予定です。お問い合わせは、チーム対抗エコクイズ大会アットエコル戸越事務局、電話 5742-6755 番、ファックスは 5742-6853 番です。以上、子育てピックアップでした。続いて、特殊詐欺被害を防ごう、ストップ ATM での携帯電話をお伝えします。最近、区内では犯人グループが区役所職員などを名乗り、医療費の還付金があるなどと嘘の電話をかけ、高齢者を無人 ATM へ誘導し、現金も振り込ませる還付金詐欺が増えています。特殊詐欺の手口を知り、事前に被害を防ぎましょう。特殊詐欺被害を防ぐための最大のポイント、知らない電話からの電話には出ないこと。対策1、自動通話録音機の取り付け。自動通話録音機を取り付けると、電話をかけてきた相手に警告メッセージが流れるほか、実際に会話を録音することで高い防犯効果が期待できます。区では、区内在住の65歳以上の方を対象に自動通話録音機を無料で貸し出しています。貸し出しの際は、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の提示が必要です。自動通話録音機の貸し出し窓口です。第二庁舎6階の地域活動課生活安全担当、西品川 1-28-3 中小企業センター4階消費者センター、区内4警察署、品川、大井、大崎、江原の各警察署です。対策2、留守番電話機能の設定。自動通話録音機を取り付けていない方は、留守番電話機能を在宅時にも設定しておきましょう。留守番電話に相手の声を録音させることで、特殊詐欺被害の防止につながります。また、留守番電話に切り替わる時間を短くするため、呼び出し回数、コール音は2回に設定しておきましょう。対策3、迷惑防止機能付き電話機の設置。区で貸し出している自動通話録音機と同様の機能がついた電話機が市販されています。回転ダイヤル式などの旧式の電話機をお使いの方には、迷惑防止機能付き電話機への買い替えを推奨しています。携帯電話を利用しながら ATM を操作している高齢者を見かけたら、お声掛けと警察署への通報にご協力ください。品川警察署は電話 3450-0110 番、大崎警察署は電話 3494-0110 番、大井警察署電話 3778-0110 番、荏原警察署は電話 3781-0110 番です。以上、問い合わせは第2庁舎6階地域活動課生活安全担当へどうぞ。
電話 5742-6592 番、ファックスは 5742-6878 番です。特殊詐欺被害を防ごう、ストップ ATM での携帯電話をお伝えしました。代わって、心身の障害や障害児等の介護でお困りの時はお近くの相談員へご相談くださいをお伝えします。区長から委託された相談員が身体や知的精神に障害のある方の地域生活に関する支援の相談に応じています。秘密は固く守ります。お気軽にご相談ください。相談日時は随時です。相談方法は電話またはファックスです。相談内容です。障害のある方の相談と必要な指導、助言、及び家庭における養育、生活などに関する相談と必要な指導、助言です。なお、施設入所、身体障害者手帳、愛の手帳の交付申請手続きなど、福祉事務所との連絡調整を行っています。それでは、相談員をご紹介してまいります。継承略してお伝えします。視覚障害者の方の相談、笹原実、電話 080-8855-0988 番、寺島正宏、電話 090-4093-7680 番。肢体不自由実者、主として父母などが相談する場合です。菊池恵理子、電話ファックス 6902-0070 番。武田住吉、電話 090-9855-2840 番。庭田文夫、電話ファックス 3773-9887 番。久喜美穂、電話ファックス 5434-2707 番。重症心身障害児者の方の相談です。須藤元子、電話 080-5718-9496 番。丸山文子、電話ファックス 3471-7939 番。肢体不自由者本人内部障害者の相談、伏見俊博、電話ファックス 3781-5169 番。山崎久美子、電話 3781-1477 番。久保忍、電話ファックス 3765-4896 番。聴覚障害者の相談です。住谷博美、ファックス番号です 5702-6005 番。佐々木俊恵、こちらもファックス番号です 3784-7895 番。人工肛門膀胱の方の相談です。横山幸康、電話ファックス 3450-4796 番。知的障害者の相談です。島崎妙子、電話ファックス 3799-3670 番。松田博恵、電話ファックス 6431-8211 番。佐藤直子、電話 070-5593-6477 番。川村智美、電話ファックス 3490-3203 番。白鳥由紀子、電話 080-3120-9825 番。徳山香織、電話 080-8729-4426 番。石川玉木、電話 080-5636-7796 番。堀俊恵、電話 070-3781-6094 番。押田高美、電話ファックス 3781-2770 番。精神障害者の相談です。正田陽、電話ファックス 6768-4797 番。横田信子、電話ファックス 3782-4952 番です。お問い合わせは障害者支援課障害者支援係へどうぞ。電話 5742-6707 番、ファックスは 3775-2000 番です。心身の障害や
障害児等の介護でお困りの時はお近くの相談員へご相談くださいをお伝えしました。おしまいはボランティアコーナーです。品川区地域貢献ポイント事業、高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定するボランティア活動1回につき1ポイント、年間で50ポイントが上限となりますが、こちらを差し上げています。貯めたポイントは区内共通商品券への交換か福祉施設などに寄付ができます。事前にボランティアセンターや対象施設などで申し込みが必要です。登録者にはハツラツカードを発行します。対象は区内在住でおおむね60歳以上の方。対象施設です。区が指定する高齢者施設、障害者施設など、爽やかサービス、ホットサロン、支え合い、ホットステーションでの活動も含まれます。詳しいことはお問い合わせください。お問い合わせ先です。品川ボランティアセンター、電話 5718-7172 番、ファックスは 5718-0015 番、または高齢者地域支援課介護予防推進係、電話 5742-6733 番、ファックスは 5742-6882 番です。使用済み切手カードの寄付をお願いします。ボランティアセンターでは使用済みの切手とテレホンカード類を集めています。もちろん未使用の切手カードでも構いません。切手カードの収益金は区内在住の75歳以上の方にお配りする敬老杖の購入などに充てています。ご協力をよろしくお願いします。郵送か窓口持参で受け付けています。お問い合わせは品川ボランティアセンターへどうぞ。こちら郵便番号 140-0014 大井 1-14-1 です。電話は 5718-7172 番、ファックスは 5718-0015 番です。以上、ボランティアコーナーでした。今回の内容はこれでおしまいです。いかがでしたでしょうか。お役に立った情報などありましたか。アナウンス担当は馬目桃子と飯島正幸でした。それではまた次回まで、ごきげんよう。さよなら。